前が休んでいいと言った。君は一回だけだと助けて！最初どこだ！このお方の折檻は全く楽しめないでござる。ガチすぎだろ。しかもなんでスカートの下にジャージ履いてんだよ。じゃあもう一回探してきてね。つまり我々を殴るということは四つ葉のクローバーを踏みにじるのと全く意味わかんないよ。なんでてめえらと四つ葉のクローバーが一緒なんだよ。おいもう一人はどうして。多分まだクローバーを探してるかな。なよ西子踏むんじゃねえ。一体わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。ただの寝巻きだ。さっさと提出しろ。副官なんだと聞いている。やかましい。さっきから何を騒いでいる。クソメガネ、なんだこの角材の置き方は。それはもうジェントルコンだ。うるさい。持ち場を離れるな。こうするまでだ。それをするな。やめて。そのようでござるな。そんなわけないだろう。うっかりお母さんをおとなしくしてろ。そういえばシンゴってなんで門限に間に合ったんでしょうね。そのことに関してはアンズを呼び出して問いただします。やかましい。黙って食べ物をその気にするんじゃない。ひどすぎる。話が違うでござる。シグはくだらない。私はなんと不甲斐ない女だ。会長の期待を裏切ってしまうなんて。おまけに奴らは動く。恐ろしく最も恥ずかしい夜にしてやるわ。あんた何だ。待って、想像したより痛いんであと一発で勘弁してください。